ツポレフツマイナス95エンゲリス空軍基地から離陸するツマイナス 95MS ツマイナス95はソビエト連邦の戦略爆撃機である。開発はツポレフ設計局でソ連空軍向けのツマイナス95のほか、ソ連海軍向けの長距離洋上障害、対戦障害機型も開発され、それらはツマイナス142の形式名称が与えられている。 DOD が割り当てたコードネームはタイプ40。NATO コードネームはマイナス95、マイナス1 4に共にベア。ほぼ真上から撮影されたツマイナス95交代格がついた長い主翼、20、反転プロペラ、エンジンナーセルの配置がよくわかるツマイナス95は1950年代に開発された長距離戦略爆撃機で B-29 の デッドコピーであるツマイナス四の発展型とも呼べる機体である。試作機の t u 九十五一は九百五十二年十一月十二日に初飛行しており、九百五十五年の都市の航空省では七機が飛行している。九百五十六年からはソ連空軍でツマイナス九十五 m の実用配備が始まり、九百五十九年には スマイナス 95K-20 の生産が開始され、1961年にはス、スマイナス 95K-20 に空中給油プローブを取り付けたス、スマイナス 95KD が登場している。1970年代にはス、スマイナス95に巡航ミサイルの搭載能力付与計画が始まり、1972年には KS、KSR-5 巡航ミサイルが、 搭載可能な、TS、つ -95m-5 が、飛行試験を開始しており、1976年には k、k 1 5 5巡航ミサイルが、搭載可能な、TS、つ -95m-55 が初飛行した。この形式を、TS、つ -95ms とした、量産化が決定したが、すでにつ -95 の、生産ラインは閉鎖されており、 1983年に、その生産ラインを再開させて、つマイナス 95ms の量産が開始されている。また、再開された生産ラインに合わせて、対戦紹介型のつマイナス142の量産が開始されている。初期の機体は全機体液しており、現在では最新型のつマイナス 95ms と、対戦紹介機用のつマイナス142が、 運用されているのみである。プロペラ機だが、レシプロエンジンではなく、ガスタービンエンジンでプロペラを駆動する、いわゆるターボプロップ機である。主翼の翼延長の25%の位置において、付け根方向の内翼部で37度、翼端方向の外翼部で35度のターボプロップ機としては、珍しい後退翼を持っており、プロペラ機の世界最速を誇る。 4枚タンデムの二重反転プロペラを比較的遅い回転数で回転させている。先端速度を低くすることで効率の低下を低減し高速での飛行を実現しており、このプロペラが独特の低温を発する。またターボプロップ機の研究はその後も続いているものの、これを超えるないし同程度に成功した例が以後にない航空史上経有な成功例となっている。 空中給油なしで 15000km の航続距離を持つ。S-95 がターボプロップ方式を採用した理由として1950年代のジェットエンジンの燃費の悪さがある。すでにジェット爆撃機のス,ス1 6が実用化されており、戦略爆撃機として M-4 も開発中であったが、当時のジェットエンジンの燃費では、 アメリカ大陸を爆撃できる航続距離を得ることは難しいと想定されていたため、スマイナス95では燃費の良いターボプロップを採用することとなった。本機の成功はソ連がプロペラを比較的低速で回転させながら高速飛行する手法を確立できたことによる。他のターボプロップ機の最適飛行速度は時速 724km 以下で、 この速度以下の巡航なら効率は高いものの、それ以上の高速ではむしろ、ターボファンエンジンの方が効率は良い。その理由から、同クラスの最高速度を有する航空機のエンジンには、ターボファンが普及し、ターボプロップの採用機は一部に止まった。また、先進ターボプロップと称して高速化などについて、各国でそれなりの研究。 開発は行われているものの、未だスマイナス95をしのぐものは実用化されていない。これらの要因により、スマイナス95は世界最速のプロペラ機であり続けている。アメリカでも高速ターボプロップ機の研究は進められ、同時代の爆撃機であり、ライバルでもある B-52 においても当初は高速ターボプロップ採用が予定されていたが、 結局実用化されずにターボジェットエンジンが搭載され、後に効率が高いターボファンエンジンに換装されている。機体動体内の兵器層には、回転式ランチャーを装備しており、津 -95ms-6 では、KH-55 長距離巡航ミサイル6発を搭載できるほか、両種翼付けコンブにも KH-55 を各1発搭載が可能である。 その後の発展型である S-95MS-16 では、両手翼1 0発の KH-55 を搭載して、計1 6発の巡航ミサイルの搭載が可能となったが、戦略兵器制限交渉と戦略兵器削減交渉の協定により、現在ではそれが不可能となっている。また、洋上作戦用に、 KH-65E 体幹がミサイルを搭載できるようになっており、通常爆弾は兵器層に 12000kg を搭載できる。S-95 のビブー座機関砲の上部にあるのが射撃管制用のレーダー、レドームの下部に取り付けられている。小さなアンテナは RSBN 短距離広報システム用のアンテナ胴体ビブにはビブ重頭があり、 NR-23-23mm 機関砲一門と、その上に射撃管制用レーダーのボックステールレーダーが方向打公園の付け根部分に取り付けられている。初期の機体には、胴体背部に旋回式の機関砲銃当が装備されていたが、現在の機体では廃止されている。搭載電子機器は、機種先端に、トワドストール気象レーダーとその下部の、 大行レドームの中にオズボール後方爆撃レーダーが装備されており、それらの機器を冷却するための冷却用のダクトが胴体左側の後部まで伸びている。その他に RSBN 短距離後方システムを装備しており、その弓矢型のアンテナが胴体ビブのボックステールレーダーのレドームの下部に取り付けられている。機種先端の気象レーダーの左右には、 ECM 機材用のフェアリングがあり、機種仮面にはグラウンドバウンザー ECM アンテナが装備され、後部胴体左右にはポッド状の ECM 機材が装備されている。垂直尾翼上端公園の比較的大行のフェアリング内には赤外線警戒受信機が装備されており、機体各所にレーダー警戒装置のセンサー用の膨らみがある。また、膠着装置扉と、 主翼ポッドには、チャフフレアディスペンサーが装備されている。B-52 及びアン1 2 4と並ぶ、つ -95 つ -95 の、総生産機数は、派生型も含めて500機以上であり、生産は、断続的に1990年代まで続けられた。ソ連空軍に加え、ソ連崩壊後のロシア空軍、ウクライナ空軍、 および、カザフスタン空軍でも運用されたが、ウクライナ、カザフスタンの保有機はロシアへ条件付けで、譲渡されるか、アメリカ合衆国などの資金援助で1990年代に、搭載兵器と共に解体された。1961年10月30日、ソ連のノバヤゼムラ島上空で行われた、史上最大の水爆実験では、水素爆弾、アン602の投下に、 対衝撃波放射線、熱線に重点を置いた専用回収を受けたツマイナス95部位が使用された。また、領空侵犯機として各国にて確認された大型ソ連機はほとんどがツマイナス95である。旧ソ連時代からアメリカや西ヨーロッパ、日本などの防空識別圏に侵入して行われる偵察活動は2018年現在でも時折、 行われている。日本に接近してくる木の飛行行動は、その行動パターンから東京急行と呼称されている。2015年11月には、シリア内戦でアサド政権軍を支援するため、他の戦略爆撃機と共に、つマイナス 95MSM がアイソルに対する巡航ミサイル攻撃に投入された。2019年7月23日、 2機のツマイナス 95ms が中国人民解放軍空軍の A1 マイナス6、K、軽育相模爆撃機2機と共に、初の共同警戒監視活動を日本海上空で行い、防空識別圏に侵入して約30回の警告を無視した中ロ機の内ロシア軍機の A マイナス50が、 竹島上空を領空侵犯したとして18機の大韓民国空軍の戦闘機 F-15 と F-16 が約360発警告射撃したと韓国が発表し日本の航空自衛隊も10機の F-15J と F-2 でスクランブルを行って4カ国入り乱れ空時期は尖閣諸島上空を領空侵犯する 90km 手前の中路機に 進路変更を促した。爆撃機型の他に偵察機型、対戦障害機型ツマイナス142が開発され、また主翼エンジンなどをそのままに、胴体を改め設計した、長距離旅客機型ツマイナス114や、そのツマイナス114をベースにした、早期警戒機型ツマイナス126などの、派生型も開発、生産された。以下、 製造順の並びとする。ありがとうございます。